はい、どうもゆうじです。今回は Amazon キラー、楽天キラーになり得る Shopify の凄さについて話していきます。自分の動画を見てくれている人だったら Shopify っていう名前は聞いたことがあるかもしれないんですけど、その概要とかその凄さについて理解している人ってちょっと少ないんじゃないかなと思います。コートジボワールっていう国の名前を知っていても、どこにあるかとかどんな国かっていうのはよくわからんっていう状態と同じですね。 Shopify っていうのは2004年にカナダで創業された EC サイト作成サービスのことです。つまりいろんな会社、いろんな個人のEC サイトの開発とか運営をやっている会社だということです。めちゃめちゃ簡単に言うと、ワードプレスがブログを簡単に作れるシステムなら Shopify は EC サイトを簡単に作れるシステムだということです。 Shopify はサイトの構築から売上決済の仕組み作りとか、あとは売上の分析とかその他もろもろいろんなことをカバーしています。事業者は Shopify を使えばパソコンと画像があればもう簡単に EC サイトを作れちゃいます。 Shopify はライバルがめちゃめちゃ多いビジネスモデルをしてるんですけど、ただモバイル対応をしていたりとかめちゃめちゃ使い勝手がいいので、その中でも突出して今売り上げを出しています。創業はカナダなんですけど、ただアメリカとかヨーロッパにも進出していて、さらに最近の新型コロナウイルスの蔓延でめちゃめちゃこの EC サイトへの需要が高まったんですね。だから今めちゃめちゃ売り上げが爆伸びしています。今となっては Shopify は世界No.1のシェアを持っていて、なおかつ世界175カ国でもう利用されています。2018年の6月の時点でこれまで開設したショップの数っていうのは100万サイト以上を超えているし、月間のアクティブユーザー数は10億人以上だし、Shopify 上で流通した金額っていうのはもう10兆円を超えてるんですよ。もうこれは驚異的な数字ですよね。2017年には日本法人も設立されて、本格的に日本にも参入してきました。2020年になった今ではそれなりに Shopify の知名度は日本でも上がってきてはいるんですけど、ただ海外に比べるとまだまだその知名度は低いです。 Shopify を使った開発とか EC サイトの構築代行ができる個人とか法人ってまだまだ少ないので、めちゃめちゃチャンスのある領域です。ここから Shopify のメリットと、そしてその Shopify によって Amazon とか楽天が脅かされている現状について話していきます。今回の内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録を押してください。それでは早速いきましょう。Shopify が日本に参入してきてからもう3年も経ってるので、だいぶローカライズも進んで導入がめちゃめちゃ簡単になってきてます。 Shopify を導入するメリットはいっぱいあるんですけど、その中でも主なものを取り上げてみるとこんな感じですね。導入コストが低い。世界中の決済方法とか言語をカバーしていて、越境 EC にチャレンジしやすい。在庫のマネジメントとか配送面の対応がめちゃめちゃ強い。カスタマイズ性が高い。 SEO とか SNS 連携にも対応していて、かなり集客がしやすい。主要なメリットを挙げるとこの5つになります。一つ一つ説明していきます。まず1つ目の導入コストの低さなんですけど、 Shopify はベーシックプランとスタンダードプランの2つがあって、ベーシックプランは$29、そしてスタンダードプランが$79しかいらないんですね。これは全世界に対応している EC サイトを作れるサービスとしてはめちゃめちゃ安いです。2つ目の越境 EC にチャレンジしやすいっていうのは、 Shopify は世界175カ国で使われているので、もういろんな言語、いろんな決済方法に対応してるんですね。しかも各国の税率にも対応しています。なのでグローバルな EC サイトを作りたいと思ってる人は、この Shopify はもう最高のサービスですよね。世界には日本ではあんまり聞いたことがないような本当にいろんな決済方法があるんですけど、ただ Shopify はそれらも全部カバーしてくれているので、越境 EC にめちゃめちゃチャレンジしやすいです。文字のローンで日本の決済方法にも対応していて、クレジットカード決済とかコンビニ決済とか代引きまでも全部カバーしてくれています。あと PayPal とか Amazon Payments みたいな本当にいろんなネット決済方法に幅広く対応しています。次に3つ目の在庫マネジメントとか配送面の対応に強いっていうところなんですけど、 Shopify は例えば日本では日本郵便とかヤマト運輸とか佐川急便みたいなめちゃめちゃ大手と連携しています。さらに世界で見てみると FedEx とか UPS とか DHL みたいな世界三大配送会社とも連携しています。配送面の対応がめちゃめちゃしっかりしているので、 Shopify を活用すれば商品を世界中のどこにでも販売することができます。あと Shopify を使えば EC サイトの売り上げとか在庫をスマホから簡単に管理することができるので、在庫マネジメントがめちゃめちゃやりやすいんですよ。しかもモバイル用のアプリもあるので、注文状況とかアクセス状況もめちゃめちゃ簡単に管理することができます。管理画面の UI もめちゃめちゃ直感的で、かなり操作がしやすいっていうのも有名です。次に4つ目のカスタマイズ性が高いっていうことについてなんですけど、 Shopify には2200種類以上のめちゃめちゃ豊富なアプリがあります。 Shopify アプリストアっていうのがあって、そこから EC サイトをカスタサマイズしたりとか、機能拡張するようなアプリをインストールしたりとか購入することができます。API もめちゃめちゃ充実していて、機能拡張がかなりしやすい仕組みになっています。Shopify の EC サイトの構築に加えて、会計処理とか顧客サポート対応みたいなサービスも組み合わせれば、さらにビジネスを加速させていくことができます。5つ目の集客がしやすいっていう点についてなんですけど、EC サイトっていうのは Web マーケティングがめちゃめちゃ重要で、どれだけ人を集められるかっていうのが最重要項目ですよね。その点、Shopify は SEO にもしっかりと対応していて、各ページごとにメタタグの設定も自由に行うことができます。さらに一番嬉しいことは、この Shopify は Facebook とか Instagram みたいな SNS とめちゃめちゃしっかりと連携しているっていうことです。Facebook メッセンジャーを使ったチャット対応とか、Instagram とか Facebook からショッピングカートに誘導するような機能もあります。とにかく世界標準ならではの EC サイトとしての多彩な機能を搭載しています。ここからは世界の名だたる大企業が Amazon への出店をやめるって言ってる件について話していきます。e コマース分野に革命を起こしつつあるこの Shopify の登場によって、ディズニーとかルイ・ヴィトンとかナイキとか、あとはワークマンとか、こういった名だたる大企業がもう Amazon には出店しないって言い始めてるんですね。そりゃこんなに簡単にめちゃめちゃクオリティの高い EC サイトを作れるんだったら、 Amazon に出店する意味がなくなってきますよね。 Amazon に出店する意味って、とにかくめちゃめちゃ早く出店することができて、なおかつフルフィルメントっていうシステムによって配送面がしっかりとしていることですよね。でもこれってもう Shopify がカバーしちゃってますよね。2025年を制覇する破壊的企業っていう本を書いた著者も、 Amazon とか楽天がなくなる日が本当にやってくるかもしれませんって言っています。この Shopify の台頭によって、いろんな大手企業が Amazon とか楽天みたいな大手 EC プラットフォームからの離脱を宣言し始めてるんですよ。さっき言ったディズニーとかルイ・ヴィトンとかナイキとかワークマンはもう Amazon には出店しないって宣言して、 Shopify と組んで自分たちで EC サイトを充実させる方向にもう舵を切ってるんですよ。これはまだまだ序の口で、これまで Amazon とか楽天に出店していた企業はどんどんともう Shopify を使って自分たちで EC サイトを展開していくと思いますよ。 Shopify のこれからの伸び率は結構エグいと思うんですけど、ただ現時点でもうすでに時価総額が1200億ドル以上ありますよね。日本企業でいうとホンダがだいたい5兆円ぐらいなので、だいたいホンダの2倍ぐらいの時価総額が現時点であることになります。他には三菱商事とかソフトバンクグループみたいな名だたる大企業の時価総額ももう抜きつつあります。2004年に創業されたばっかりのベンチャー企業がこの短期間でこれだけの規模になるっていうのは、もう過去に例を見ないぐらいに成長スピードはめちゃめちゃ速いです。最近では世界最大のスーパーマーケットチェーンのウォルマートとも連携しましたよね。多分これに関してはほぼ確実にウォルマート側が Amazon に対抗するために Shopify を口説き落としたんだと思いますけどね。ウォルマートは当然ほとんどの売り上げがリアル店舗からなので、もうめちゃめちゃ憎いくらいに Amazon を敵視しています。めちゃめちゃ勢いのある Shopify なので、これからもウォルマートみたいな超大手企業と連携することが今後増えてくると思います。こうなったらもうどこまで成長していくか楽しみですよね。現段階で時価総額が10兆円ぐらいなんですけど、これがどこまで伸びるかですよね。自分は一切責任は取らないんですけど、 Shopify の個別株とか持っといてもいいんじゃないですか。 Shopify を皮切りに日本でも中小企業のインターネットサービスを支援するビジネスが結構広がってきてますよね。例えば今 Shopify と同じぐらい知名度があって同じぐらい人気のあるベースっていう会社が有名ですよね。ベースも Shopify と同じように日本のいろんなデパートとかと連携していますよね。このベースっていう会社も Shopify と同じように新型コロナウイルスの影響が追い風になって、今は時価総額が3000億円を突破しています。今プログラミングの勉強をしている人の中で Web 開発案件ではなくて Web 制作案件の勉強をしている人は HTML、CSS、JavaScript、そして WordPress の勉強が終わって、ある程度案件をこなしたら次は Shopify に行ってもいいかもしれませんね。もちろんマーケティングを勉強して上流にすぐに登っていきましょうっていう意見は自分の中では変わらないんですけど、ただ Shopify も使えるようになっておくとクライアントにさらに提案できる幅が広がりますよね。もはや Shopify 1本で生計を立てている人がいるぐらいなので、めちゃめちゃ需要もあるし人手不足なので Shopify の勉強するのはめちゃめちゃありだと思っています。最近の Shopify もそうなんですけど、ノーコードツールの台頭を見てると、絶対に Web 開発案件じゃなくて Web 制作案件の方に行った方が効率的にお金を稼げるだろうってもう確信に変わってきてますね。勉強が難しい Web 開発と違って、当然のことながらノーコードツールって比較的簡単に習得できるので、手札がどんどんと増えていくし、なおかつ上流にも上っていきやすいんですよ。もう Web 制作の方が明らかに効率的なお金を稼げますよね。ちなみに Web サイト制作で月に10万円以上稼ぐ学習ロードマップに関しては概要欄に貼ってあるので、稼ぎたい人だけ見てください。それでは今回の内容はこれで以上にします。今回の内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。